ライザさん、少しならいいですけど、無限に採掘はしないでくださいね。こんなにすっきりしたのは生まれて初めてです。あれでなんとかなったのか。俺にはさっぱりわかんない。お二人には通じたみたいだし、いいんじゃないかな。大量のデュエット溶剤と我が家の工房を見て何も感じられないのであれば交渉失格です。まあアルベルトとサベリオなら大丈夫でしょう。無駄ないさかいもなくなれば組合も楽になります。皆さんが町に来られなければ、協力が得られなければ、この結果にはつながりませんでした。心から感謝します。気にしなくていいよ。私たちはやりたくてやっただけ。本当にそれだけなんだから。得るものも得たし、まあお互い様ってとこだろう。過去形で語っていいの？ライザが十分な技術を手に入れたかはまだ分かんないんじゃ。勘だけで言うなら、魔石の光源を調合した時にこれでいけるって感じたけど。わからないなら調べてみよう。今までもそこそこ便利に使ってはきたけど、これが鍵の形をしてるのは、多分鍵を連想させて生成の助けとする、それだけの理由でしかないと思う。生成される鍵はただこいつの機能で生じてるだけ。それを強化するにはどうすればいい？軽く聞いてはいましたが、あれがカーク群島の謎を解く鍵なんですよね。うん、私たちも便利に使ってるけど、どういうものなのかまだ分かってないの。やばいものだったら俺たちで止める。そのためについてきてるんだ。多分こいつは周囲の力をかき集めて鍵の形に変換する道具なんだ。なら周囲から集める力を増やす。どうやって？大きな力をそう都合よく集めるなんて不可能だ。じゃあなんでいけるなんて感じたんだろう。私これまではひらめきと直感に頼ってた調合が、鮮明に想像して調合した方がいいものが。ありがとうフェデリーカ、分かったかもしれない。え、はい。なんとなくの想像で鍵を生成するとき、集まって歯車が回り始めたかな。ああ、ブンブン回ってるの。これは本格的に帰り支度をする必要がありそうだな。そっか、サルドニカともいよいよ。え、つまりあらかじめ器を用意しておけば力を逃さずに鍵に込められるんだ。うん、いける。この新しい鍵ならあの扉を開けて宮殿の奥に乗り込める。何作ろうかな。入れる場所はレベルアップ。いいか、よし行け。力のこもっていない空っぽの鍵を用意しておいて、後からそこに力を注ぎ込む。そういうこと。そうすると無駄なく効果を高められるんだ。へえ。命名するなら、全てを受け入れて染まる無垢の。ライザ、声が聞こえるとか気分の悪さとかそういうのは何もなかった？うん、
大丈夫大丈夫、作らされたものじゃなく私が思いついたものだからかな。それも罠じゃなけりゃいいがな。まだそうやって喜びに水を差す。心配してくれるのは嬉しいけど、やり。さーて、実験といきましょうか。近くにちょうどいい場所はないかな。ここがいいな。すげえ鉱山だ。これだけ豊富な採掘。不思議な力だね。うん、ここならちょうどいいかな。無垢の鍵って言ってたよな。これも。うんうん、やること。早速やってみよう。どこか行くのか？素材や。こんなに大きな鉱山があるなら。どこ行くんだ？
素材や、この時間に活動してる。こういう道って冒険の始まりって感じがするから、歩いてる。敵だ、気をつけろ。クラウディアの弓、期待してるぜ。心配せず、こいつに任せろ。だが、一気に行く。やっちゃって。くらい、こいつでどうだ。ボス、任せるぜ。一気に行く。終わりだ。そこだ。行くぜ。連続だ。おい、今なら鍵を作れるんじゃないか。兄さん、頑張って。今の攻撃が通るかも。どうだ。やったね、クラウディア。どうだ。始めるよ。今なら使えるかも。強い鍵を。私に力を貸して、これでいくよ。うん、力を感じる。連続よ。ダメだ。みんな気をつけて。ライザー、お願い。強い攻撃が来そうだ。クラディア、どうだ。ダメだ。冷たいのがいいかさ。わっ、それ。今なら鍵が作れるかも。出番だな。凄まじい力だ。気に入ったぜ。行くぞ。せい、終わらせる。やった。こいつでどうだ。どうせ。はっ、行くぞ。最後だ。気をつけて。こんなもんだ。嫌な予感がしまよ。よーし、まだまだ強くなれるぜ。強くなれたみたいな。まだまだ戦えるぜ。つかねえとな。何を使う。さてと、いいものがありそう。ちょっと見ていかない。見つけた。とりあえず集めておくか。石だらけの場所ね。他の地域でもこんなにまとまって魔石があるところなんてあんまり。
魔石の山と言われるだけのことはあるな。空剣島にも魔石が。魔石の森だね。そうそう、あの辺りは程よく森になってていい。そう呼んでいたのはお前らだけだ。魔石もそう大量にあったわけでもない。しかし空剣島の連中であの魔石を使って何か。これだけあるならそう考えるようになるのもうなずける。へえ、なんか珍しいこと言ってるじゃん。いや、島で新たに魔石が大量発見されるよ。よそで取れるものであれこれ考えても不毛なだけだ。サルドニカの工房で作ってるような魔石の装飾品とかどうかな。いや、ライザだったらそれこそ燃やして燃料にするとかいい。確かにライザは実利主義なところがある。二人ともちょっとひどくない？いつも街の中ばかりなので、こうして街道を歩いていると少し新鮮です。ここでよろし。すっげえ鉱山。誰かさんが喜んで鶴橋振り上げそうだな。お、ライザさん、少しならいいですけど、無限に採掘はしないでくださいね。どれにしようかな。こんな感じかな。よし、行け。どれにしようかな。どこに入れよう。こんな感じ。よし、行け。何作ろうかな。考えすぎかな。どこに入れよう。マテリアル缶開放。こんな感じかな。よし、行け。何作ろうかな。考えすぎかな。何入れようかな。どれにしようかな。入れる場所は、入れる場所は、こんなか。よし、行け。何作ろうかな。どこに入れよう。入れる場所はレベルアップ。こんな感じかな。よし、行け。何作ろうかな。入れる場所は、
まだまだすごくなるかも。こんな感じ。よし、行け。どれにしようかな。入れる場所は、どこに入れよう。こんなか。よし、行け。何作ろうかな。どこに入れよう。材料は何作ろうかな。入れる場所は、どこに入れよう。何作ろうかな。入れる場所はどれにしようかな。よし、行け。何作ろうかな。どこに入れよう。よし、行け。何作ろうかな。入れる場所は、入れる場所はどこに入れよう。どれに、何作ろうかな。入れる場所は、何作ろうかな。どれにしようかな。入れる場所は、入れる場所は、入れる場所は、いい感じじゃない？入れる場所は、何作ろうかな。何入れようかな。
材料は入れる場所は、鍵の出番ね。考えすぎかな。入れる場所は、材料は、どこに入れよう。入れる場所は、何入れようかな。入れる場所は、何入れようかな。どこに入れよう。何作ろうかな。材料はどこに入れよう。材料は入れる場所は何入れようかな。何入れようかな。材料は、何入れようかな。入れる場所は、材料はどこに入れよう。どこに入れよう。何入れようかな。入れる場所は、こんな感じかな。よし、いけ。何作ろうかな。
大きな鉱山があるなら。よし、新しい鍵が。僕らにも今までとは一味違うって分かるくらいだ。まったくな、途中ドタバタしてもなぜかそうなる。この調子で鬱陶しい声だのなんだの全部ぶっ飛ばしちまおうぜ。うん、これで一気に解決できちゃうかも。サルドニカに滞在する間だけでもいいんです。私がいれば。目的は達成したんですものね。さて、どこで使えるんだか。なるほど。サルドニカとも。済ませたら港に行こう。わざわざ見送りに来ていただいてありがとうございます。短い間でしたけどお世話になりました。ああ、全く短い間だった。もっと教えたいことが山ほどあったのだが。俺もだ。ああ、でも当分デュエット溶剤の用法をガラス派全員で研究するからそれどころではないか。無駄遣いはするなよ。溶剤は共有財産だ。両派で扱うものだからな。そっちこそやめてください。二人とも両派は最後まで対立していたなんて思い出を皆さんに残したいんですか？これはこれでらしい思い出になるよ。フェデリーカもこれでお別れなんて思わずにさ、出会った時みたいにまたすぐ来ればいいよ。そうそう、むしろ前より身軽になったんだろ。あの鍵でことが解決して俺たちが解散してもライザはいるだろうしな。みんなを呼び集める手配もしてあるし、空間島経由なら手紙も早く届くよ。皆さん、ありがとうございます。本当に。大変だったけど、とっても充実してたよ。それに何より、とっ
ても楽しかった。ところで、対立がやや沈静化して仕事も楽になったとアンナが言っていたな。組合本部を通さず直にやり取りすることも増えた。それは楽にもなるだろう。なるほど、組合長代理も暇になるというわけか。しかし取引や調整はどうなんだ？そっちは争いの調停がなくなって暇になった派閥の棟梁が2人もいるようだ。なら組合長代理も長期出張なんかして町を開けても大丈夫ってことか？そうだな、今までの苦労を誰もが知っているし、町の誰も文句は言わんだろう。二人とも、でも私は。お父上は多くの地を旅され立派になられた。娘もそろそろ良い頃合いだろう。お嬢が慌てて帰ってこない程度には仲良くしておくさ。荷物は後でアンナに送らせる。さあ、行きな。フェデリーカ？ライザさん、私も連れて行ってください。せめて皆さんが解散する時まで。ただいまっと。いや、やっぱり空剣島は落ち着くよ。サルドニカもいいところだったけど、里帰りってのはまた別の感じだからね。ガキの頃からずっとここを出たいって思ってた俺たちがこんな気分になるとはな。勢いでついてきてしまいました。アルベルタさんもサベリオさんもいいって言ってくれたんでしょ？それはそうなのですが、人をまとめる立場だと慎重にもなりがちだが、時には思い切った判断も必要だぞ。ま、ライザは思い切りすぎだけどな。へえ、これくらいの方が楽しいでしょ。子供の頃から皆さんほどの冒険者なら溢れる才気を。溢れてたのは才気じゃなく負けん気だけだったぞ。こいつら3人は村での務めもろ。こら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 、余計なこと言わない。フェデリーカ、ボスの証言は当てにしないように。本当に信頼し合った仲間だと伝わってきます。何言ってるんだ、もうフェデリーカも仲間なんだぞ。そうですね、そうでした。まだ実感がなくてすみません。さ、まずはどうしようか。うん、アガーテ姉さんのところに。
天気も俺たちの味方をしてくれるみたいだろ。あそこ、人がいますね。おかえり。みんな元気そうだな。ただいま、アガーテ姉さん。私たちの新たな仲間をご紹介いたします。おや、あなたは。短い間かもしれませんが、ご厄介になります。以前はその交渉上のこととはいえ傲慢な態度を。いえ、そのようなことお気にされずとも。ライザ、どういうことだ。まあ、いろいろあったんだよ。すっごくいい子だから、優しくしてあげてね。そうか。では、こちらこそよろしく。島の方こそ、変わりはなかったのか。特に知らせはなかったようだが。地震も、あれ以降は起きていないな。変化といえば、少々困ったことは起きているな。困ったこと？悪いことじゃなく？まあ悪くもあるんだが、実は興味本位の旅の者が不用意に入り込んで怪我をしたり追い返されたりしていてな。未知の遺跡に踏み込む危険は。現状向こうから湖を渡ってくることはないんだが、準備ができたらまたカーク群島に向かうよ。お前らならば心配もいらないか。すぐにカーク群島に向かうか。一度アトリエに寄って。また何か思いついた顔だね。カーク群島と隠れ家を往復するのも大変だし、群島の近くにも拠点を用意するのはど。なるほど、サルドニカでやったみたいにってことだ。そういえばいい感じの島があったよ。ボス君、空剣島の方はどう？ああ、ぼちぼちな。商談になるといいね。
手伝ってやろうぜ。いや、ライザじゃないか。あ、タオ、レントやフェデリーカもみんなで食事してたんだね。そうなんだ、たまたまばったり出会ってよ。皆さん、島の料理は大したことがないとおっしゃっていたのですが、野菜は、まあ新鮮ではあるかな。種類は少ない。あれ、タオがピーマン食べてる。あ、そういや、あまりに自然に食べてるから気づかなかったが、タオ、お前ピーマンが食べられなかったよな。どうしたんだ。そうだったんですね、ピーマンが。うん、それがさ、オートで美味しいピーマンの肉詰めを食べたら普通に食べられるようになったんだよね。そうなのか。でもその前によく食べようって気になったな。パティも言ったしさ、かっこ悪いなと思って。ほう、それは。でもさ、オートのピーマンは知らないけど、島のだって別にまずかったわけじゃないと思うけど。そうですね、私もとても美味しかったと思います。確かに食べてみたら美味しかった。単に食わず嫌いだっただけだね。そういえば前にお父さんが言ってたことがあったっけ。大人になるとそれまで嫌いだったのになぜか平気になって美味しいと思うようになる食べ物が結構あるって。じゃあ僕も大人になったってことなのかな。少なくともピーマンが食べられるくらいには。ここでいいの？空間島に来るとただいま。俺が島を出た時に比べてだろうな。この4年の間に空間島の知名度は随分上がっているらしいから、おかげで島を訪れる観光客はもちろん、そのためこの夏の間に大規模な宿と外部との接触を極端に嫌ってたこの島はね。そうじゃな、お前の言うとだが、外の人間を意識せず閉鎖でそんな者たちの姿を見ていると。だよね、こんな田舎の、言ったら悪いけど。うん、モリッツも必要以上に島の開発をする気はないらしい。マジでいろいろ変わったみたいだな。ちょっと離れてただけだってのに不思議な気分だぜ。4年はちょっととは言わん。お前というやつは全く4年の間に何が変わったのか、そのうち見てみたら。あれ、ボスじゃないか。どうしたんだろう。ねえボス、怪我でもしたの？お前らか。いや、怪我ってほどじゃないが、少し肌を切ってしまっただけだが、結構ヒリヒリし。ボスにヒゲ？似合わないというか、ヒゲ生えるんだね。当たり前のこと聞くなよ。そりゃ生えるだろうが。確かにモリッツさん、量はそんなに多くないけど偉そうなヒゲ生やしてたね。じゃあボスもゆくゆくはあんな感じにするつもりなの？それは知らん。その時ただ生えていた方が貫禄がありそうだからな。先貫禄つけるのはいいけど、あんまり偉そうには。それもその時になってみないとな。
むしろ俺よりタオの方がヒゲを生やすべきじゃないか。え、僕？ああ、お前はただでさえ童顔だからな。ヒゲがあればより学者みたいに見えるぞ。いや、僕は別にいいかな。だいたいタオって帽子以上にヒゲが生える印象がないしね。今のままでいいと思うよ。困りごと？ああ、ライザ。いや、別にそれほどのことじゃないけど、ちょっと困ったなっていう話で。タオの変わりっぷりがすごいなって話をしていたんだよ。ライザもそう思わないかい？島を離れた時からこんなに見た目が変わるなんてね。最初誰かと思ったよ。ああ、その話ね。私もオートでタオに会った時に同じことを思ったから、その気持ちはわかるよ。だよね。よかった、僕だけじゃなかったみたいだ。そんなに僕って変わったかな。確かに身長は少し伸びたとは思うけど。それが一番大きいんだよ。言っておくけど少しじゃないからね。お、ライザが違う男と一緒にいるぞ。ちょ、僕だよ。本当だ、タオじゃねえか。すまねえ。ね、やっぱりタオって自分で思ってる以上にすっごい変わったんだよ。どうも僕には分かんないな。自分のことは自分が一番分かってないって言うからね。そんなものだよ。風剣島も大人になって見返すと発見もあるよね。物理的に新しい島も発見したしな。やっぱり王都の恐ろしい物価を経験しちまうと風剣島が天国に思えてくるな。あれ、今日って宿の工事お休みですか？資材に使っていた頑丈な木材が足りなくてな。進め、無駄に工期を延ばしたくないのだが。ライザ、錬金術でどうにかならないか？錬金術では無理だけど、森の島に行ってみます。あそこなら木材には困らなそうだし。おお、そうか。ここにしよう。すげえ田舎ばっか旅してたせいかな。風剣島はまだマシに見えるぜ。
これも使えるのか。それ。さあさあ、集めちゃいましょうね。